チックと話をしよう。わかった。ほいたら場所を変えるかい。さあ言うてみ。実はな、わしも同じ気持ちやったかよ。わしはこん国を変えるためずっと危ない橋を渡ってきた。おまんをそれに付き合わせてええもんかずっと迷っちょったが、本音ではどこまでもおまんと歩みたいち思いよったがよ。こんなご時世じゃいつまで一緒におれるかはわからんけんど、最後の瞬間までそばに寄ってくれるかい。よし、ほいたら出かけるぜよ。ここなら落ち着いて話せそうじゃの。近頃は冷たい目で見てくるもんが多くてかなわんわい。わしらは倒幕派と砂漠派を行き来しよる。ある程度睨まれるがは仕方がないけんど、義理に縛られちょるもんが日本を新しくできるとは思えんのじゃ。わしらは浪人、身軽に動いていかんとの。わしはどんなに恥知らずと言われようと、折々で己が正しいち思うたことをやっていくき。おまんがそう言うてくれると気が楽になる。志のために義理を捨てるがは難しい。その点わしはおまんをすごいち思っちょる。わしはまだ義理を捨てきれんき人目も気になるがじゃ。けんどおまんは全く気にしとらんじゃろ。おまんは大空を悠々と舞う一羽の鳥のようじゃ。わしは後ろ指を刺されようと前を向いて生きていくつもりぜよ。おまんと並んで一緒に飛んでいけるように。いや、おまんが鳥ならわしは竜じゃ。いつかおまんの先を飛んでみせるぜよ。ちょうど誘いに行こうち思うちょったところぜよ。たまには二人で飲みに行かんかい。せっかくおまんと年頃になれたことじゃしの。この近くにええ店があるんじゃ。ついてきいや。乙女姉さんについて話したことはあったかい。この間姉さんから文が届いての。つい先日離縁したそうじゃ。仲のええ夫婦じゃと思うちょったんじゃが、恋仲っちゅうんは分からんき。わしも今まで真田殿やお涼とええ感じになったけんど、結局どうにもならぬかったきの。おお、いや、その反応は予想しちらんかったぜよ。悪かった。おまんをちっくと焼かせてみたくなっての。前におまんのことを親友ち言うたけんど、今のわしらはもっと深い仲になれたち思うちょる。本気で入れ込んじょるんはおまんだけぜよ。他のどんなもんとも違うんじゃ。それはこの先日本の夜明けを見届けた後でもきっと変わらん。わしはおまんと家族になりたい。今夜帰らせる気はないぜよ。このまま
朝まで一緒に寄ってくれるかい？おまんが何にも縛られんやつなのは知っとるけんど、こうなってみるとおまんを縛りたいち思う。わしの香りがおまんにも移ってしまうほどにずっと触れ合うていられたら、なんじゃおまんもそんな甘い顔をすることがあるんじゃな。知れば知るほど好きになってしまうの。わしは何にも縛られちょらんおまんが好きじゃった。けんど今度という今度は付き合いきれん。色恋のごたごたはもううんざりじゃ。終わりにさせてもらうぜよ。えんじゃ、今のわしにはやっぱり色恋は無理じゃった。何を置いてもなすべきことがこじゃんとあるきの。ただわしらが同志中がはこれからも変わらんき、日本の夜明けのためひたすら励むことにするかの。